ボーヒュース・ステックニングのラベル、アクバ・マリン・デザイン、1963年頃、スザン・ナ・ハンソン・コレクション。ボーヒュース・ステックニングは、1939年から1969年まで活動していたスウェーデンの編み物製品会社である。大恐慌期に、スウェーデンのブーヒュース・レーン地方の貧しい家庭に、収入を提供するための家内工業として、設立された。 創業者のエマヤコブソンとその他のデザイナーによってデザインされたニットウェアはブルーヒュースレーン地方の女性によって手編みされスウェーデンと諸外国のデパート、ブティック、ファッションハウスで販売された。ブルーヒュースレーン知事の妻、エマヤコブソンは失業率が高い時に低所得家庭のための経済的機会を増大させるための会社を始める。 助けを望んでいた女性のグループによって1937年に話を持ちかけられた。彼らは様々な製品の製造と販売を実験した。ゴールは特別な設備を必要とせず、ブーヒュースレーン地方のほとんどの女性が特別な訓練なしに実行できる手工業を探すことだった。彼らは手編みの衣類を製造することを決定した。 ボーヒュース・ステックニングは1939年9月12日にエマ・ヤコブソンによって正式に創業された。ヤコブソンは会社の30年の歴史を通して社の指導者、先導的な働きをした人物であった。最初期の数ヶ月間、会社はミトンと靴下を生産した。エマ・ヤコブソンはノーディスカ・コンパニーといったストックホルムの大型店舗にこれらを 数多く販売することができた。1940年から以後、防ヒュース・ステックニングは女性の衣類に特化してスカーフ、ハット、セーター、ジャケットを生産した。ブルーヒュースレーン地方には地元に編み物の伝統がなかったため、防ヒュース・ステックニングは社のための新たなデザインを作り出すためにアーティストを募集した。1940年代、特徴的な ボーヒュース・ステックニングスタイル、軽いウールあるいはアンゴラブレンド糸を使用して、ニット編みとパール編みの独特な組み合わせから作られた、多色模様が誕生した。エマ・ヤコブソンに加えて、ボーヒュース・ステックニングのデザイナーとしては、ベラ・ブジャーストラム、アンナ、リザ・マンハイマー・ラン、アニカ・マルムストラム・ブロディーニ、ケルスティン・オールソン、カリニー・イバーさんがいた。モナ・リー・ピューターバーグ、マルガレーテ・ノードランド、 ウッダインソン・ボーダン、およびエルナ・ジスレビも、社の芸術的な仕事において、積極的な役割を担った。ゴッド・ T ・ R ・グラム・ R ・ D ・ H も、社の芸術的側面を高めるのを助けるための、ファッションアドバイザーとして活動した。ボーヒュース・ステックニングのブランドは高級スタイル及び、スウェーデンファッションの同義語となった。著名な顧客には、ヘレナ・ルビンスタイン、ジュリエット・グレコ、 イングリッド・バーグマン、アーサー・キット、グレース・ケリー、バーブロ・アルビングがいた。1995年、ウェンディ・キールが、ポエムズ・オブ・カラー、ニッティング・イン・ザ・ボース、トラディション,ンザ・ウィメン・フード・ロー・オブ・ディス・スウェディッシュ・コテージ、インダストリーを出版した。彼女の本は、特に、スウェーデン国外で、ボーヒュース・ステックニングへの関心の復活に火をつけた。この本は、 オリジナルのデザインカードの色再現を及びピンテージのボーヒュース・ステックニングの衣類の再販写真を含む英語で初の社の長期にわたる歴史を提供した。1999年、ブーヒュース・レーン博物館と協力して、染色の達人ソルベーグ・グスタッフソンがオリジナルの模様カードと使用書から、 ボーヒュース・ステックニングの衣服を再現するために糸を調達し、染めた。彼女は、その後70種類のボーヒュース・ステックニングの模様を再現し、2014年に引退するまで彼女のビジネス、ソルシクとブーヒュース・レーン博物館を通して、これらの模様と染めた糸を提供した。次に、アンゴラウサギ農家、パーニル・シルバーベリーが事業を引き継ぎ、 彼女のビジネスアンゴラガーネットを通して模様レパートリーを展開した。彼女たちの研究と努力の物語は、リベカ・オーバーランドが執筆した、博物館の本、ボー・ス・スティックニング、P ・ント・ザ・リバイバルに年代順に記録されている。グスタフソンは、ブーヒュース・レーン博物館は、ボーヒュース・ステックニングの商標の共同所有者である。ボーヒュース・ステックニングの再現は、細糸で編んだ。 多色の、より糸の編み物に関心がある編み物愛好家の間で人気である。とりわけ、ステファニー・パール・マクフィーは、ボーヒュース・ステックニングを再現した2着のセーターの制作の進行に関して、ブログに掲載し、ケイト・デイビーズは、ゴティスカ・ファーン・ストレット・セーターの手編みを通して、ボーヒュース・ステックニングのヨークスタイルを分析してきた。2009年、スザンナ・ハンソンとウェンディ・ジェイ・ジョンソンは、 ミネソタ州ミネアポリスにあるアメリカンスウェディッシュインスティチュートにおいてボーススティックニングレディアントニッツアンエンチャンティングオブセッションと題した展示会をキュレートしたこの展示会はボーヒューススティックニング社の歴史と遺産を目玉にしたスザンナ・ハンソンコレクション2019年11月27日閲覧 A.B. キール、ウェンディ、ポエムズオブカラ、ー、ニッティングインザボーストラディション、ダブランド、C.O. インターヴィーブプレス、ピアニッシモ、九十一、I.S.B.N. 十八億八千三百一万百二十八、H.T.T.P. コロンスラッシュスラッシュ w w w o w o r l d c a t o t o r g スラッシュ o.c.l.c スラッシュ三二七三八二六一マサカリオン メロンステンハガーハスターオダラーチャースターボーススティックニング PNK1939 から1969トゥアル NK コンストルクシャナー AV アックスイデンタタターピールセット NK i ットジーナスオクラスパースペクティブ1918から1975コンナムスクヒスタースカインスティトゥーシャネン ストックホームズ・ウナバーセテッド、ピアニッシモ、162-179、ISBN 9兆7891億22002万912、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、i d イコールティビドタマジハットキール、ウェンディ、ポエムズ・オブ・カラー、ニッティング・イン・ザ・ボース・トラディション、ラブ・ランド、CO、インター・ウィーブ・プレス、ピアニッシモ、1011、 ISBN18 億8 3 0百1万 128?http:/www.orldca.org/.oclc/.32738261? t マクレガー、シー、トラディショナルスカンジナビアンニティンク、クリエコーポレーション。 p73isbn9 長7804億8613万 4161https コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス id イコールアデガークバッチハットキールウェンディポエムズオブカラーニッティングインザボーストラディションラブランド CO インターウィーブプレス ピアニッシモ10、1015、ISBN18 億83001万128、http コロンスラッシュスラッシュ w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  r l d c a t o r g スラッシュ oclc スラッシュ3 2 7 7 3 8 2 6 1 a b ハンソン、スザンナ、ジョンソン、ウェンディー・ジェイ、ボース・スティクニング、レディアント・ニッツ、アニエンチャンティング・オブ・セッション、ミネアポリス、MN、 ワンオブスザスンナ、エスサーガ、ヒルデザインズ、ピアニッシモ、53、オーバーランド、ビベカ、ボハスリンズミュージアム、ボーススティックニング、ピー、んっと、イコールザリバイバル。 ピアニッシ19、ISBN9 兆7891億7686万2681、http コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org スラッシュ oclc スラッシュ9 3 2 1 2 6 3 3 6 0グラント、ウンラメスタートン、イングリッド。 ボース・スティックニング1939から1969ユタボーグンガンボース・スティックニング P46ISBN 91億7486万 1581http コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ8136030オーバーランドビベカ ボハスリンズミュージアム、ボーススティックニング、P、と、イコールザリバイバル、p 二十八、ISBN 9長7891億7686万2681、http コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t. スラッシュ o, clc スラッシュ九三二一二六三三六、ポープ、サラ、A、ボースリバイバル、 ボーグニッティング、34から38、オーバーランド、ビベカ、ボハスリンズミュージアム、ボーススティックニング、ピー、ットイコールザリバイバル。 ピアニッシモ、七六十四 i s b n 九兆7891億7686万2681、http コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org スラッシュ oclc スラッシュ932126336マクフィー、ステファニーパール、テーマオブザウィーク、 ヤン・ハーロット、2016年3月7日閲覧。デイビーズ、ケイト、ケルスティン・オルソンザ・ボース・ヨーク。ヨクス、ISBN9 兆7809億5746万6616 ht、http:// n e l l .worldca.org/.o.clc/.905493254。デイビーズ、 ケイト・コティスカ・ファーン・ストレット。ケイト・デイビーズ・デザインズ。2016年3月7日。閲覧。ありがとうございます。